聴解試験を始める前に音を聞いてください。まだ問題用紙を開けないでください。音がよく聞こえないときは手を挙げてください。天気がいいから散歩しましょう。 散歩しましょう。日本語能力試験聴解 N2。これから N2 の聴解試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。 問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから、 話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます1番大学で男の人と女の人が話しています 女の人はこの後何をしますか青木さん何見てるのああ、これ。アパートの情報が載ってる雑誌。今アパートを探してるんだ。そういえば山田くんって最近引っ越ししたんだよね。どうやって部屋探したのそうだな。もちろん不動産屋にも行ったんだけど、不動産屋に行く前に、 家賃とか日当たりとか気になる条件をノートに書き出して整理してみたよそれは一応やったんだけどねそうなんだあと住みたい街に実際に行ってみるといいよ運が良ければ歩いているうちに良さそうなアパートが見つかるかもしれないし住みたい街はもう決まってるのうん。一応候補あるの今日はもう授業ないしこれからちょっと行ってみよう

この間の地震かなり揺れて怖かったね。地震が来た時のために何かしとかなくちゃって思ってるんだけど実際にどういうことをすればいいのかなやっぱり怖いのは家具が倒れることだから本棚とか背の高い家具があったら壁に固定した方がいいよ。ああでもうちの家具みんな背が低いからそれは大丈夫かな。そっか。あ それから避難用のセットはあるすぐ持ち出せるように水や食べ物を入れた袋は必ず用意しといた方がいいってテレビで言ってたよ。あ、それは持ってないな。どこで売ってるのデパートとかにあるよ。じゃあ探してみる。あとは、うちの人と話し合って家族の避難場所を決めておいた方がいいよ。あ、でも今家族はみんな海外に住んでるから、それは関係ないかな。 いいろいろありがとう女の人は自信に備えて何をしておけばいいですか 3> 3番 電話で病院の診察の予約をしようと思っています。今日の午後の診察を予約するには、どの番号を押せばいいですか山川病院自動予約システムです。最初にご希望のお日にちを4桁の番号でご入力ください。5月3日なら0503となります。ただし、 本日の診察をご希望の方は、日日ではなく、001とご入力ください。次に、午前中をご希望なら、続けて01。午後なら02。特にご希望のない方は、09と入力してください。 今日の午後の診察を予約するには、どの番号を押せばいいですか四番会社で、女の人が男の人と電話で話しています。女の人は、 同僚の田中さんにどんなメモを書きますかはい、富士出版ですお世話になっております桜印刷の山川ですが田中さんはいらっしゃいますかお世話になっておりますあいにく田中は席を外しておりまして2時からミーティングがあるのでその前には戻る予定ですがそうですか実は先ほど私が留守の間田中さんからお電話をいただいたようで 明日の会議の件だと伝言があったのですがそうですかでは田中が戻り次第山川さんに折り返しお電話差し上げるよう伝えましょうかお願いできますかはいかしこまりました女の人は同僚の田中さんにどんなメモを書きますか 5番、大学で男の学生と先生が話しています。学生はこの後、まず何をしなければなりませんか先生、先日お渡しした論文の件なんですが、見ていただけましたでしょうかうん、よく書けてましたよ。いくつか字の間違いがあったのと、参考文献の書き方にちょっと気になる点がありましたけどね。 はいあとはこのグラフの値これで正しいですかえっと、うすみません直したはずだったんですが古い方のデータです大事なところだからまずはここだけ直してすぐ見せてくださいはいわかりましたあ、それから今年から提出部数が3部になったから忘れないでね 学生はこの後まず何をしなければなりませんか。問題２。問題２ではまず質問を聞いてください。 その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。 うちで息子と母親が話をしています息子は明日どこに行くと言っていますか 明日午前中から出かけるからねああ、友達と釣りに行くんだったよねうん、それがその友達が先週自転車で転んで足怪我しちゃってね、今入院してるんだじゃあお見舞いに行ってあげなくちゃうんうん、明日はね、あいつのアパートに行くんだえその時の自転車が修理に出してあってね治ったから 明日配達してもらううことになったんだそ<う>店に取りに行ってもいいんだけど俺が乗ってまた壊しちゃってもまずいしそれはそうねあいつ一人暮らしだから代わりに俺が受け取るってわけそうなのそれはご苦労様ね息子は明日どこに行くと言っていますか 2番女の学生と男の学生が話しています。男の学生が就職する会社を選んだ理由は何ですか 就職決まったんだって。先輩に紹介してもらった。あの会社うーん。あそこも採用の連絡はもらったんだけど、決めたのは先生に紹介してもらった。会社。そこだと大学で勉強したことを活かせそうなんだ。そう。それは良かったね。仕事はハードだし、帰りも遅くなるらしいんだけどね。でも残業代つくんでしょ。まあ一応ね。それより会社が遠くて。 引っ越しもしもななくちゃいけないけんだそれがちょっとねでもまあ決まって良かったじゃないそうだね給料はそんなでもないけど頑張ってみるよ男の学生が就職する会社を選んだ理由は何ですか 3番大学で男の学生と女の学生が話しています。男の学生はどうして怒っていますか おはようおはようあれ今日授業2時間目からだっけうん、うん、1時間目からだよね聞いてよ今日学校に来る時の電車のことなんだけどうん。どうしたの今朝事故があったみたいでいつもより電車が混んでてねうん。それはしょうがないと思うんだけど電車を降りようとしてもドアの近くにいる人がなかなか動いてくれなくて それで、「すみません降ります」って言ったんだけど結局降りられなくてえー、大変だったね次の駅まで行っちゃったんだよそうなんだ男の学生はどうして怒っていますか 4番会社で女の人と男の人が話しています男の人はどうして禁煙することにしたと言っていますか あれタバコをやめたのうん禁煙したんだへえマは医者に吸うなって言われても吸ってたのにうん実は結婚してからね家族への影響も考えるようになってねそう確かにタバコは吸う人だけじゃなくて周囲の人にも悪いって言われてるよねうん初めは難しいかなって思ってたんだけど駅とか吸えない場所も増えてきてるし。 もうう結構続いてるんだそう最近タバコも値上がりしてるしちょうどいい機会かもね男の人はどうして禁煙することにしたと言っていますか 5番留守番電話のメッセージを聞いています「女の人はどうして勉強会に参加できませんか?」。 村です明日の勉強会のことなんだけど悪いけど急に行けなくなっちゃったの風邪をひいたからバイトを代わってほしいって頼まれちゃって私もこの前旅行した時代わってもらったから断りにくくて急でごめんねあと借りてた本返すの今度大学で会った時でいいかなまたあとで電話するねじゃあ。 女の人は、どうして勉強会に参加できませんか。六番。会社で、男の人と女の人が話しています。女の人は、ジョギングを始めて。 一番良かったことは何だと言っていますかそういえば。 先輩、ジョギング始めたそうですね。そうなの。最近流行ってるらしいから、流行りに乗ってるみたいで、なんだか恥ずかしいんだけどね。<laughs> ジョギングすると体力ってつくもんなんですかうーん、そうね。前に比べたら疲れにくくなったかな。それによく眠れるよ。そうですか。いいですね。うん。それにね、実は何より気持ちの面でもすごくいいんだ。 なんていうか例えば嫌ななことがあっっても落ち込みにくくなったりへ<ー>だからねどっちかっていうと心の健康のためにしばらく続けてみようと思ってるんだ女の人はジョギングを始めて一番良かったことは何だと言っていますか ここでちょっと休みましょう。 ではまた続けます問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に質問はありません まず話を聞いてくださいそれから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます一番 大学の先生が授業で話しています先日リンゴ農家の方に頼まれて講演会で話してきました今リンゴ農家ではネズミによる被害が問題になっていますネズミがリンゴの木をかじってひどい時には火が死んでしまうこともあるんですねいいリンゴを作るためにはネズミの行動を知らないと 対策が立てられませんそこでネズミの研究をしている私が講演をしたというわけです講演のテーマは何でしたか一、1> 1ネズミの行動について二、ネズミの種類について リンゴの被害についてリンゴの育て方について 2> 2番留守番電話のメッセージを聞いています。 東旅行の田中です。あの、お問い合わせいただきました韓国行きの件でご連絡いたします。ご希望の飛行機はあいにく席がいっぱいでして、キャンセル待ちか次の便への変更が必要となります。次の便でも午後4時には到着しますので、セミナーには間に合うかと思います。こちらはまだ空席がございます。えー、私は… 午後8時頃までは店におりますのでご連絡いただけますでしょうかまたホテルのご予約なども承っておりますのでよろしくお願いします何についてのメッセージですか 1, 1飛行機の予約 2> 2旅行会社の営業時間3セミナーの日程4ホテルのキャンセル3番。 テレビでアナウンサーが話しています。今日は山田美智子さんをゲストにお迎えしました山田さんはお子さんが生まれたのをきっかけに専業主婦となられましたそのため家庭の収入が減り自然と節約するようになったそうです今ではいろいろと工夫するのが楽しくすっかり節約が趣味になっているとのことです今日は、その中から、 毎日の生活の中ですぐ実践できることを紹介していただきますので、どうぞメモを用意してご覧ください。この番組のテーマは何ですか <S ?1, 1 <S 仕事を続ける工夫 2, 2収入を増やす工夫 ３。お金を節約する工夫。４。家事の時間を節約する工夫。４番。大学のサークルのリーダーが話しています。土曜日は。 小学生との交流会お疲れ様でした。子供たちはみんなとても楽しんでくれていましたよね。先生方や保護者の方も高く評価してくださったようで良かったです。ただ場所に問題があったように思います。最初は広くて動きやすくていいなと思っていたんですが、逆に広すぎて子供たちと距離がありました。 次回来月のクリスマスパーティーでは内容だけじゃなくこのような点についても気をつけたいと思いますえー、皆さんは何か気づいた点はありませんかリーダーの話の主な内容は何ですか小学生との交流会の内容 小学生との交流会の反省点3クリスマスパーティーの内容4クリスマスパーティーの反省点五番 男の人と女の人が話しています。転職して1ヶ月経ったんだよね。どう？新しい会社はうん。最近やっと慣れてきたかな。覚えることがたくさんあって、結構夜も遅いんだ。そうなんだ。うん。前の会社はあまり忙しくなかったから、その点は良かったけど、単調だし、誰でもできる仕事だったからね。 今は責任ある仕事をさせてもらえるからそれが一番の魅力かな毎日大変だけど楽しいよ女の人は新しい仕事についてどう思っていますか ?1 簡単で楽しい二、2 2> 忙しいが 面白い。三単調でつまらない。四仕事は多いが簡単だ。問題四。 問題4では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。 では始めます。一番。あっ。台所の電球。切れちゃったよ。一。あっ。電気。もう消すね。二。えっ。新しいのを買ってこなきゃ。三。うん。

3はい何でも結構です3<番>やるだけのことはやったしあとは合格発表の日を待つだけだね1本当に悔しいね。2 もう少し頑張るしかないか。三。今度こそ受かりたいよね。四番。あの。お茶でもいかがですか。一。お世話になっております。二。 はい大変美味しかったですすみませんどうぞお構いなく5番ねえ山田さん参加できないのならもう少し早く教えてくれなくちゃ。1 連絡が必要だったんだ 2> 2そう今度は教えてもらえるといいね少しでも早く参加したかったんだ番確か。 明日、中学の時のクラス会だったよね行くんでしょ楽しみにしてるんだ 2> 2楽しんできてね楽しいでしょ ?7 番 昨日、また電気つけっぱなしで寝てたね。1つけといてくれたんだね。ありがとう。2, 2だって、暗い方が好きだから。3ごめん、本読んでて寝ちゃったみたい。 8番さっき言ってた本、今度貸してもらえると嬉しいんだけど。こっちこそ助かったよ。うん、忘れないようにするね。3> 3じゃあ悪いけどお願いね。 9番あのこちらで山田課長とお会いする約束なんですが1お会いできて良かったです 2, 2はい少々お待ちください 3, 3確かにお約束いたします 10番。ああ、田中さんのご主人ですか。はじめまして。1。大変ご無沙汰しております。2。2> はい、相変わらずです。3>, 3。妻がお世話になっております。 11番昨日ねこの角で自転車にぶつかりそうになっちゃったんだ。1> 1危ないんだよねここへー痛かったでしょう。ここは問題ないよ。 12番。君。なんてことをしてくれたんだ。1。い,いえ、とんでもないです。2。2> 恐縮です。3>, 3。申し訳ございません。 問題5問題5では長めの話を聞きます。メモを取っても構いません。1番2番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて 1>, 1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます1番図書館で女の人が係員と貸し出し用 CD について話していますすいません 子どもが好きそうな歌の CD を探してるんですけどこの4月に小学校に入ったばかりの子なんですがえーっとこちらが子ども向けの CD コーナーです。みんなで歌おうっていう CD が人気があるんですがえー、っとあああいにく「みんなで歌おう」は今貸し出し中ですね。そそうですか。かえーっと、それら、らこちらの、 懐かしい子供の歌は、昔懐かしい小さいお子さん向けの歌ですね。それと、こちらのアニメの歌は、テレビの人気アニメの歌を集めたものです。へえ、いろいろあるんですね。息子には、アニメより私が子供の頃歌ったような歌を聴かせたいですね。ああ、あと、いろんな国の子供の歌を集めた CD もありますよ。 「世界の子供の歌っていうんですがこちらですああでもこれ外国語なんですねやっぱりさっきのにします女の人は今日どの CD を借りますかみんなで歌おう 懐かしい子供の歌3アニメの歌4世界の子供の歌 2>, 2番親子3人が 遊園地へ行く計画を立てています。今日、遊園地の無料チケットをもらったのよ。お、遊園地か。いいね。じゃあ、今度の日曜日に3人で行こうか。休日だと混むだろうから、早い時間に行った方がいいかもね。ねえねえ、僕、来週の月曜日、学校お休みだよ。あら、そうだったわね。月曜日なら平日だし、 空いてそうねねえ仕事を休めないのうーん今ちょっと忙しいから難しいなでも休みの日は乗り物に乗るのにもすごく待たされるって言ってたよ空いてる日の方がたくさん遊べていいよそうよね仕方ないじゃあお母さんと2人で行こっかお父さん抜きで空いてる遊園地で。 思いっきり楽しんじゃおう。お,おいおいそんな。うん、分かった。なんとか休みを取らせてもらうよ。やった。遊園地へはいつ何人で行きますか。一休日に三人で行く。 休日に二人で行く。三、平日に三人で行く。四、平日に二人で行く。三番、まず、 話を聞いいてくださいそれから2つの質問を聞いてそれぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます3番。 男の人と女の人が明日の旅行コースの説明を聞いていますえー、明日は皆様にお選びいただけるようコースを4つご用意しましたそれぞれ半日のコースなので午前に1つ午後に1つ一日に2つのコースを自由に組み合わせてご参加いただけます。まずリラックススコースこちらは 温泉をのんびり楽しむコースです。ワクワクコースは畑での収穫、牧場での動物との触れ合いを体験いただくコースです。ロマンコースではドラマでも話題になりましたお城を訪ね、歴史を肌で感じていただきます。最後に欲張りコース。このコースでは地元名産の蕎麦を味わっていただいた後、大型ショッピングセンターで お買いい物もしていただけますどれにしようか2人で一つずつ好きなの選んで一緒に回ろうかそうねあなたはやっぱり温泉うんそのつもりだったんだけどさっきの説明聞いてたらいろいろ体験してみるのも悪くないかなって今ってなかなか自然を感じるチャンスもないしいいわねでもそばはいいの蕎麦も捨てがたいけど 今回はやっぱり体験かなそうじゃあ一つはそれね私はドラマで見てからここのお城気になってて一度見てみたかったんだじゃあ今回はそれでいこうか質問1男の人はどのコースを選びましたか 2女の人はどのコースを選びましたかこれで懲戒試験を終わります。